やあ、今日も素敵ですね。ニエフの生徒が戦うみたいですね。誰だろう。ちょっとごめんね。どうしてもね。さて源、悪く思うなよ。2対1でいいと言ったのはお前なんだから。なんだろうと構わねえ。いいからね。おお、たっちゃんだわ。たっちゃんと聞いて。また見物客の中に騒がしいな。聞いてるかこら。ああ、なんだって。てめえ、俺らのアイドル石田さんを泣かしたくせに偉そうだな。そうだそうだ、前から気に入らなかったぜ。告白してきたのをただ泣いただけだ。だが、まあいいから来い。目立ちたくはねえ。てめえ、この市内で芝居だな。喧嘩自慢だそうだが、2対1じゃ無理だろ。そらよ。めちゃくちゃ強え。かえってこいつを目立たせてしまった。おお、さすがタッちゃんだわ。僕らのタッちゃん、楽しいタッちゃん。うるせえ。目立つのは嫌いと言ってるのにね。まだやるか。いや逆恨みだって分かってたが、怒りのやり場がなくてな。すまなかった。物分かりがいいやつらだな。おお、爽やかに終わったわ。たっちゃん、お疲れ。おい、和子、あのバカ二人どこ行った。消えたわ。36逃げるになんちゃらとヤマトが。ちっ、寮で締めて。いやー、たっちゃんからかうの面白いな。つまりあなたたち男もいけるということですね。なんでそうなる。つうか、お前もついてきたのか。いや、私も風間くんに遊んでほしくて、つい。この我のような友がな。おや、秀夫。風間正一、お前と直江山とは仲が随分いいな。だが我とトーマも仲良しこよしでやるぞ。はい、親友ですよ。うむ、トーマは我が唯一の友。何を、こっちだって負けないぞ。トーマはすでに久喜財閥へ就職が決まっているのだ。それは初耳ですよ、ヒデオ。いい人材だ。我のために働け。私は葵門病院がありますから。まあ、それでもたまにはそんなことも忘れてどこかに行きたくなる時もありますが。ああ、バカ、いたいた。イエイイエイ。ふと思ったが、なんでわからんだ。バカは院長の息子、俺は副院長の息子。納得すぎるぜ。あ、スズメだ。逃げた。カラスでなくてよかったね。あの俺なめに自由な子も親が病院の関係者。そうだ、院長の側近である榊原さんの娘さん。エリートなんてよしてくれよ、堅苦しい。帰ろうよ、トーマ。そうですね。さて、帰って甘神でもやるか。勉強だなんだでなかなか進められんのが辛いぜ。お、ヤマト、屋上にいたのか。帰るぞ、どっかで茶をしばこう。お前も十分恵まれてるだろ。